なり打てます。これですね、グロックの水鉄砲です。まあ、ちょっと知人が買ったんで、アマゾン激安、激安って言っても2000円ぐらいって言うと思うんですか。でも電動水鉄砲なんで、まあ、こんな感じで18タイプになるから、あ、18って書いてある、バトル、ウォーターバトル、まあ、こんな感じ。まあまあ外観はまあ安っぽいっちゃ安っぽいけど、もっと白じゃないで黒とかにすれば全然良かったんじゃないかなと思って、まあまあおもちゃなんでね。バッテリーはこれ、こんなやつ。これ何バッテリーですか。リチウムイオンですね。 3.7 500mAの 3.7 3.7 ボルト 1.8 分かんないけど、あんまり詳しくない。付属されとるって言おうかな、確か2本付属されとるって言ったら怖いですね、それこれなんですね。よしよしよし、でパチンと、はい、それで OK。 水はこっから入れる、こんな感じ。さっき入れました、ドド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 、逆さんするとこっちもドラム任せ難しい。任せは落下するんですか。これは動かない。マガジンは自重落下します。水が入ってるからですね。ほらこんな感じ。じゃあ打ってきます。どんぐらい飛ぶんま切れって言うんですか。水切れ。あ、出てくるまでちょっと時間かかる。3メーター飛ばないぐらい、3メートルぐらいかな、思ったよりも絵にならない終わった後、ああ今日足元悪かったからですね。あ、水入ってきたわそりゃそうでしょ水入ってきた。まあ熱中症対策で暑い時はこれでゲームすれば、ね、いい感じ、いい感じですか。もうちょっと気持ちいいですよ。夏なんです。あ、でもやりたくないです。なんか超こそばいい感じ。まあこんな感じです。ああ、でも全然ちっちゃい子じゃん。全然こう今やってるんで全然痛くないんで。目とかはちょっとやっぱさすがに危ないと思う。かなり打てます。まだこれで半分半分のこと。すっげえいっぱい打てる。まあ、こんな感じです。まあこれもちょっとあの夏の涼みにいいかも。そうですね、以上です。